まあ、しかしこれは判定ですから仕方ありません。はい、結局この68キロクラスの5回戦カナダとイランはともに両者負けで失格となりました。両者負けで失格。最後100キロクラスアメリカのコレマンとドイツのバルズです。アメリカのコレマンが赤、レフリーはブルガリアのコーチでレフリーです。ドイツのバルズとの対戦です。アメリカのコレマンは昨年の世界第2位ですね。はい、バルズは世界3位ですから、2位と3位の対戦になりますね。2位と3位の対戦ですね。はい、昨年のパンアメリカン大会では優勝を飾っていますアメリカのコレマン。さあ、これも力が拮抗してますからね。現在はドイツのポツダムでトレーニングを行っていますドイツのバルズ。一方のコレマンの方はアメリカのコロンブスでトレーニングを行っています。183センチのアメリカのコレマン、ドイツのバルズは188センチです。アメリカは1回戦勝って2回戦不戦勝、3回戦韓国に敗れて4回戦勝ちまして3勝1敗です。ドイツのバルズの方は1回戦から4回戦まで全て勝っています。したがってアメリカがこの試合敗れますと失格となります。予選ラウンドは2回敗れますと失格になります。青のバルズ、ドイツが攻撃権を取りました。また先からアメリカのコレマンを返しにかかります。100キロクラスともに大型の対戦です。また先が効くかどうか。そうですね、これはなかなかまた先かからないと思いますよ。相手も大きいアメリカのコレマンですが、どうでしょうか。足が決まってませんからね、はい、かかりませんね。このまた先はどういう効果があるんですか。相手の腹筋を伸ばしてですね、はい、そうして腹筋を痛めて相手を返して背中をマットにつけさせると、はい、いうことなんですが、これは日本の今のレスリング協会の会長の笹原さんが開発した技なんですよね。はい、得意技ですね。はい、まあ、やはりグラウンドになった時にどうにかして相手を崩したり、あるいは返すためには何かその技を仕掛けなければなりませんね。そうですね、まあ、それも力でもって返すことはなかなか難しい。その技をどういうふうにやるかということで笹原さんがいろいろこう考えて編み出した技なんですね。相手の腹筋とか股関節を開かせると、はい、そうして体を表向き、なんていうんですか、はい、仰向きにさせてしまうという技なんですね。これは、笹原さんが開発したのは昭和、30年代の前半ですからね。もうずいぶん前ですね。はい、もう30年以上経ってますね。はい、30年以上経った技が今も使われているというこれは素晴らしいことですね。まあ、横から崩す場合もですね、力だけではなくて、まあ、私たちこう見てるとテコの原理をこう応用するような時がありますよね。そうですね、はい、まあ、タックルも全てテコの原理を応用してるんですが、なかなかね、はい、やはりファザエフ選手とか技術の高い選手は、はい、そういうテコの原理の応用をしてますね。はい、日本の高田選手とか、高田も上手だったですね。はい、そういうテコの原理を上手に応用して、技を開発しましたね。まあ、結局技の開発というのは力がなくてもその技で相手を制するという、そうですね、ポイントを取ることができるわけですからね。人間のやっぱり体の弱点をね、はい、うまく攻めるということがですね、技の開発につながりますね。さて、この前の試合も0対0がずっと最後まで続いたんですが、この試合も0対0がずっと続いています。まあ、この試合の場合にはアメリカが負けますと失格になりますので、はい、ドイツの方はもうずっと全部勝っていますから、これで負けたとしても6回戦への進出は決まっています。
マット上は100キロクラスの5回戦が行われています。この100キロクラスは昨日中西が出場しましたが1回戦2回戦で敗退して失格となっています。期待された中西でしたがすでにもう失格を期しています。さあこれも 0-0 ですね。力が拮抗しますから、はい、両者ポイント取れてません、はい。これはポイント取れないとやっぱり両者負けということになりますね。そうですね、はい、重量級ですからこれなかなか技が出しにくいと思うんですね。これ、はい、まだ0対0のポイントです。ともにポイントを上げることができません。アメリカのコレマン、また攻めるコレマンですがドイツも逃れます。もうここまで来るともう両者ともに疲れも出てきますし、そうですね、なかなか相手からポイントを取ることが難しくなってきます。このカタルーニャ大学の体育館、アメリカの応援、そしてドイツの応援、お客さんの応援合戦が始まりました。こちらの時間では夜のまもなく7時半になりますが、外はまだまだ明るさが残っています、まあ、バルセロナはだいたいこの夏の時期は9時過ぎ、しかも9時半近くになって暗くなるというそういう状況が続いています。まあ、まだまだその真昼並みというか30度近い暑さが残っています。場外、そして場内の方は冷房が効いて涼しい中でこの試合が行われています。また先からドイツがチャンスを迎えています。返せるかどうか、さあ返せるか、まあ、いいところまで来ているんですが、はい、懸命にその相手の攻撃をしのぎます。アメリカのコレマン、ここでまたスタンディングです。もう残り時間がありませんのでこのまま引き分け両者負けという公算も強くなってきました ね、 そうですね。ここでポイントを取らないと、はい、そういうことになりますね。もう残り時間は20秒を切りました。再びスタンディングです。タックルに行きます。互いにタックルに行きます。さてドイツのバルズがタックルに行きましたがこれを切ろうとしています。どうやらポイントを取れないまま試合が終わりそうです。残り時間5秒を切りました。最後は投げましたがこれは場外です。結局もう残り時間2秒。あ、スリーポイント取りましたね。ドイツがスリーポイント取りました。まあ、先ほどの試合でももう最後の最後で大きな展開があったんですが結局は0対0のまま終わったんですが、これはアメリカのコレマンとしては大きいですね。アメリカのコレマンは敗れると失格になります。これで試合終了です。ドイツのコレマンが3ポイント取って勝利を収めました。最後2秒、本当にそうですね、2秒前でした、はい、やっぱ勝負は最後まで諦めちゃダメですね。100キロクラスの5回戦ドイツが勝ちましてアメリカは失格です。さて日本の赤石高生がですね6回戦進出を決めました。明日赤石はアメリカと対戦しますがどんなところを注意したらいいでしょう。やっぱり相手は低いですからね、はい、積極的にこちらから攻めていって、それに